宅麻駅前に並ぶ水戸市、コミュニティバス2尾線と宅麻線宅麻駅は、香川県水戸市タク町松崎にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅名標には、浦島太郎伝説の駅と記されている。早朝、深夜帯の特急が停車する。駅番号は Y14。島式ホーム1面2線を持つ、地上駅。線路の使用方法は1番線が、上下本線。 二番線が上下副本線となっている。駅舎からホームへ行くには本線である一番線を横断しなければならないため、交換列車がないときは列車種別に関係なく二番線に入線する。駅舎は1983年に改築された鉄筋コンクリート作り平屋建てのものである。駅舎内にはキヨスクが、駅舎外にはウィリー・ウィンキー・タク店があったが、2016年に、 いずれも閉店になった。その後、2019年11月22日に、水戸市の観光交流局が、旧ウィリー・ウィンキー店舗跡に移転した。また、駅舎外には、市営バスのバス停や自転車の駐輪場が整備、されている。社員配置駅。早朝と夜間を除き駅員が配置されていている。以前はこと3バスと国鉄バスが駅前より出ていた。こと三バスは、 ありの首系大浜行、国鉄バスは、にお行であった。現在は、三豊吉、コミュニティバス、宅間線、宅間美みの線、高瀬、にお線、にお線、みの線のバス停がある。1日平均の乗車人員は、以下の通り、ありがとうございます。